どうも、あきです。ペナント実況をやっていきましょう。さあ、では今回から4年目のシーズンやっていきたいなと思います。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、このペナント実況を毎日投稿、さらには土日は2本投稿といった企画を行っております。ペナントの動画をもっとたくさん見たいよという方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録していってください。さあ、というわけで、まずはキャンプからやっていきましょう。はい、このキャンプでかなり各選手育ちますので、しっかりと育てていこうというところでございます。基本的には普段練習しているものを伸ばしつつというところでやっていきたいなと思っているというところですね。今年からちょっとコントロール強化してあげていこうかなとも思っています。ということで、加藤選手、補給が1年間で40ぐらい上がりましたので、続いてスローイングも40ぐらい上がってくれれば嬉しいなと思います。肩 S94 並みにスローイングがなれば、もうこの加藤選手、もうキャッチャーという守備面では非常にもう最強の選手という形になるんじゃないでしょうか。はい、ということで、野手は京田選手を、盗塁上げると。で、あとは、今シーズンから中地がコーチになりまして、チャンスを教えるのがうまいということで、結構チャンスアップ、覚えさせていますと。で、あとは、広角も覚えさせてくれるということで、広角も覚えさせたいんですが、でもチャンスも上げつつというところで、はい。また誰かに広角は覚えさせましょうというところですね。ということでやっていきましょう。さあ、キャンプ地はですね、もちろんオーストラリアに行きます。よし、ということで、お、球速安定、三角がなくなったと。 OK、 浦川。さあ、カーブのコントロール、福谷選手上がりましたと。これ本当にオフというか、このキャンプでかなり成長するので、加藤選手スローイング6上がりです。やばい。はい。さあ、村上選手もっと守備上がってほしいところですね。はい。ちょっともう、お、ネオ選手、守備職人、ナイス。はい。もうちょっと守備上がってから、スタメンという形に村上選手しようかなと思います。サードでいうと、近藤選手も入ってきたので、ちょっとまだ、このキャンプでですね、しっかり守備能力上がればスタメンでと考えていたんですが、あんまり上がらなかったので、もうちょっと守備のね、強化が必要かなというところですね。はい。さあ、ということで、どんどん上がって、OK という感じになりましたと。いや、加藤選手の成長が本当に著しいですね。はい、ということで、スタッフに関しては、変わっておりませんと。で、今年のオーダーを考えていきましょう。なんといってもエースの、大野投手が抜けてしまったというところが少し痛いところではあるんですが、でも先発ピッチャーいろいろと育ってきてはいるので、なんとか他でね、頑張っていきましょうというところですね。はい。星の数的にはエースは高橋玲投手ですね。はい。そして続いてロドリゲス投手、そして、2年前のドラフトに鳥山がすでに327まで育ちましたと。はい。球速150なんとかまず乗ってほしいですね。で、榎田投手もいて、田畑投手、柳投手、さらには小笠原投手もいるということで、いい投手陣かなと思います。で、抑え投手は今年も引き続き増田投手に任せたいなと思います。で、左の矢口、右のマルティネスという、両セットアッパーですね。に中継ぎ陣がこんな感じと。はい。ちょっと様子見つつではあるんですが、もうちょっと中継ぎ、もう1枚増やした方がいいのかなとか思いつつも、ちょっと野手もいろいろと入れたい選手がいるので、でも昨年なんだかんだこれで回っていたので、しばらくこれで回して、あとは、疲労を確認しつつですね、やっていければいいなと思います。で、続いて野手の方なんですが、こんな感じで今まで戦っていたんですが、ビアヌエバ選手、セカンド、できなくはないけど、あれだな、さすがにっていう感じだな。ちょっといろいろと考えているのが、まずは、近藤選手は、スタメンで使っていきます。はい。使っていくんですが、どこで使っていくかというところで、まず、対右の場合は、ビアヌエバ選手がミート力あまりないので、ここに近藤選手入れてあげましょうと。で、打順としてはそうですね、パワーはそんなないけどというところで、阿部日持ち、3番になるのかな。でも平田選手の方がすごいし、秋山選手もというところで考えると、秋山選手、盗塁上げたらよかったな。盗塁上げようかな、今から。はい。チャンスも上げてるんですよね、ただ秋山選手は。近藤選手2番っていうのもちょっと考えてるんですが、僕の中で。でも走力考えるとやっぱりこうで、まだ大島選手も能力落ちると言いつつ、全然まだ落ちていないので、走力もしっかりあるしっていうのを考えると1番。じゃあ近藤選手、5番っていうタイプではないんだよな。あえて、じゃあフリーに6番あたりを出しておきますか。はい。5番はパワー A の高橋周平選手にして、なんかね、3番、あえて6番で使おう。あとは成績を見ながら考えていくというところで、対右の場合はこんな形ですかね。はい。このような形でいきましょう。で、これが対左になると、高橋周平選手のあれがすごく落ちるので、いやでもセカンド近藤選手っていうのも怖いですし、セカンドビアヌエバ選手っていうのも非常に怖いんですが、いや対左の時のセカンドはじゃあどうしようかなという形になりますね。他誰かセカンドできる人というといないんですよね。となると、いやちょっとドラ1で今年獲得したあの選手、早速ですね使っていくのもありかななんて思うんですが、どこに行ったドラ1で取った新妻ですね。左は非常にいいですと。ただまだ2軍で育てるべきですかね。はい。ということで、どうしようかな。ちょっと考えます。またベストオーダーのところに移ります。カット。さあ、というわけでベストオーダー考えてきましたので、ご紹介していきたいなと思います。今シーズンに関してはかなり攻撃的なオーダーを考えてきましたので、それがどう1年間機能してくるかというところがキーポイントになってくるんじゃないかなと思います。そこに期待も込めつつ確認していきましょう。というわけで、まずは対右のオーダーから確認していきましょう。はい、対右のオーダーがこんな感じになっております。まず何と言いましても、1番がサード、近藤選手ですね。はい、いろいろと悩んだ結果、この近藤選手を1番で使っていきたいなと思います。やはり1番バッターに一番求められるものと言いますと、出塁率になってくるかなと思います。その観点で見ますと、ミート力が非常に高くて、阿部日持ち、さらには固め打ち、内野安打というところも一番タイプとして非常にいいと思いますし、あと何といっても注目したいのがこちら、盗塁が A なんですよね。ということで、今後走力を中心に育成していけば、かなりいい一番タイプの選手になるのではないかなと思いまして、そうですね、ちょっと一番バッターとして今後チームを引っ張っていってもらいたいなと思います。もともと悩んでいた大島選手と比べると、走力は大島選手の方がかなり高いんですが、ミート力というところで近藤選手に、非常にいい部分もあると思いますので、近藤選手1番で頑張ってもらいましょう。続きまして2番がレフト、秋山選手ですね。はい、秋山選手は昨年2番バッターで MVP も、獲得しているので、引き続き2番で頑張ってもらいましょう。ただ対左の時はちょっとオーダーが変わりまして、3番バッターになりますと、いうところでございます。続きまして3番が平田選手ですね。はい、3番平田選手、4番ビシエド選手、5番高橋周平選手というところはもう不動という形になってきております。はい。で、大島選手が1番から6番に回るという形ですね。チャンスも C ですし、打撃も期待できる部分があると思いますので、6番バッターで期待していきましょう。で、7番がショート、京田選手。で、8番にキャッチャー、加藤選手といったオーダーになっておりますと。はい。でですね、あとはベンチ構想を見ていきたいんですが、ベンチ枠が結構少ないなという風に感じておりまして、本当はキャッチャー2人入れたいんですが、ちょっといろいろな問題がありまして、キャッチャーは2人体制になっております。でも2人体制で、コンピューターの采配を見ると、大体、2人体制でいいかなという采配にはなっているので、2人でいきましょう。はい、杉山捕手が入っています。で、あとは、守備固めとして、サード、ファーストのグラント選手。はい。この選手はですね、ビシエド選手が調子が悪かったり怪我をしたりした時にファーストで出ることもできますし、近藤選手の守備力にやや不安があるというところで、そこのバックアップ要員として素晴らしい選手だと思います。パワーもしっかりあるので、終盤代打という形でもいいですし、1年間いろんな形でこうチームに貢献してくれるんじゃないかなと思っています。はい。で、同じく外野の守備固めで、後藤俊太選手ですね。ただ外野はみんな守備うまいので、守備固めというところで言うと、いなくても大丈夫なんですが、でも1人はなんかね、こう外野のバックアップが欲しいなというところで、後藤俊太選手を、そこで入れておきたいなと思います。で、これでファースト、サード、そして外野のバックアップがいるというところで、あと二遊間のバックアップがいないんですが、それはこちら、新妻選手に任せたいなと思います。はい、この新妻選手、今年のドラフト1位の選手なんですが、特にセカンド適性はかなり高めになっておりまして、高橋周平選手よりも守備はうまいので、そういった意味でも、どんどん守備固めで入ってもらってもいいかなと思っております。また、対左の場合はミートが59ということで、高橋周平選手よりもミートがかなり高くなるので、左の時は、スタメンまではいかないかもしれないんですが、守備固めというのにしっかりと設定しておきまして、どんどん試合後半、高橋周平選手の代わりに出てもらいたいなと思っております。ということで、この選手はまず走力 A、盗塁 A、走塁 A を目指して、代走としても大丈夫だし、左の時はもうスタメンを張れるというような選手にしていければいいなと思っております。来年か再来年あたりには、対左の時は1番バッターをおそらく任せると思いますね。ということで、いやかなりいい選手が取れたなという、今後なんだろう、もう本当にこれから10年間、15年間ぐらいですかね、準レギュラー兼代走候補、かつ守備固めもできるよというね、素晴らしいタイプの選手になってくれるんじゃないかなと期待しております。はい。いや、いい選手が本当に獲得できたなというところですね。で、代走の関根。はい。もう神代走ですね。今、神の手も取得しているんですが、もうそれを覚えると本当に、代走系の特殊能力、走塁系の特殊能力をオール完備できるという選手でございます。いや、素晴らしい。はい。一応代打も持ってるので、代打でもいけますよと。はい。で、その代打が福田選手と、ミート力を期待した福田選手と、一発の村上選手というね、2枚看板でございますと。はい。ということで、ベンチ枠がかなりいいなと思います。おそらく、このベンチの選手、全選手がかなりの試合数出てくるんじゃないかなというところですね。僕、原監督の戦い方がね、昔から大好きで、もう本当にベンチメンバーを、総動員で戦う、あの野球が非常に好きなので、そういった形にかなり今シーズンは近づいてくるんじゃないかなというところですね。はい。OK、全ポジションのバックアップができて、守備固めもいて、代打もいて、代走もいるという、そして第2の捕手もいるという、いい形だと思います。で、指名打者、ある場合はこちら、はい、村上選手が入ってきますというところです。で、DH 制の場合は、あえて9番に京田選手を置いて、1番につなげるという形でやっていきます。で、京田選手も今、盗塁を上げているので、今後、1番、2番はあるかなと思ってます。はい。今後の、まだ27歳なので、3年後ぐらいにはおそらく1番か2番になっているかなと思っています。というのが対右でございました。はい。で、対左、左ピッチャーの場合のオーダーなんですが、こんな感じになっていますと、ですね、左ピッチャーの場合は、高橋周平選手がミート力がかなり落ちるので、そこの打順を下げつつ、代わりに大島選手をちょっと上げたというところで2番。はい。で、平田選手が5番、3番に秋山選手という形になっておりますと。はい。これもちょっと一瞬考えたんですけど、コンピューターはね、ちなみにこっちを押してきてます。はい。ただ、パワーが46と80なので、なので、ここをね、こうやって守備起用という風にしておけばいいかなという風に思います。はい。で、同じく左の場合は村上選手が入ってきますよと指名打者ね、いうところです。はい。ということで、守備起用にもしといてと。OK、これでいきましょう。さあ、では早速、開幕戦やっていきましょう。今シーズンもついにスタートでございます。ということで、そうか、これベストオーダーがまだ適用されていないので、最初迷っていた打順になっていますね。おそらくこの1試合だけになるかなと思うんですが、いいでしょう、この1試合はあえて迷っていたオーダーでいきましょう。というのも、6番近藤選手も結構捨てがたいなという風に思ってたんですよね。1、2、3、4、5がかなりいい選手なので、となると6番バッターって非常に重要な、打順になると思いますので、それもいいなと思ったんですが、近藤選手を1番バッターにして、最短打取ってもらおうと。はい。そういう考えで攻撃的オーダーを作りましたので、それくらいね、近藤選手には期待していると。近藤選手2人欲しいぐらいの、勢いでございます。いきましょう。さあ、今シーズンも開幕です。さあ、終盤いろいろとカードを切れると思うので、はい。そういう戦い方をやっていきましょう。ここは違う違う。打ちましょう。さあ、大瀬良選手、いいピッチャーなんですよね。うわっ！ ゴー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 ！失投だけで変化球だって。これ2塁ちょっと怪しいな。鈴木誠也選手の肩だと今のはアウトでしたね。 OK、 さあ近藤選手、ここは阿部ひもちなのでミート使っていきましょう。しっかり先制点を。やっぱ6番バッターはね、この打順だと非常に重要なポジションになりますよね。こうやってチャンスで回ってくること多いと思います。よし、さすが。でも6番大島選手なので、大島選手も打力ね、ミートはしっかりとあるので、そういった意味では、同じような活躍を期待してもいいのかなと思っています。さあ、高橋礼投手が非常にいいピッチングです。 OK ということで、なんとか勝利することができましたと。はい、そうですね、楽しくこう操作もやりたいということで、開幕カードとか動画の最初ちょっと操作したりもするんですが、本当に完全優勝がかかっている日本シリーズとか CS に関しては、やって監督試合だなと思ってます。そこはもう操作はなしで基本はチーム力で勝たないといけないというところで、まあ、そこで監督操作をやろうかなと思っています。はい、行きましょう。いいですね。で、今シーズンに関しては、おそらくこれで、オーダー変わっていると思うんですが、はい、変わってますね。福田選手、右バッターの福田選手ですね。と、ビアヌエバ選手が2軍スタートという形になっておりますと。ただもちろん怪我とか、スランプみたいなのがすぐやってくるので、まあそういったところですぐ1軍に上がってくるチャンスはあると思うんですが、ちょっとそこはね、またトレードとかいろいろ考えていってもいいかなとは思っております。はい。ということで、まあ絶不調の高橋周平選手の代わりに、新妻選手入れてもいいかなと思ったんだけど、対右 G19 か。G19 はさすがにまずいですね。はい。となると、もっとファイヤーフォーメーションをするのであれば、近藤選手セカンドで、サードに村上選手っていうパターンもあります。はい。超ファイヤーフォーメーションですね。で、福田周平選手も右、ちょっと今、秋山選手絶不調なんで、まあ、本当に今シーズンはいろんな選手をこう入れて戦っていこうというところですね。はい。OK、こんなオーダーもあるよと。いきましょう。もう本当にもうレギュラーとかだけじゃなくて、もう本当に1軍にいる選手全員で毎試合戦うということで、いろんなオーダーでね、やっていきましょう。まあ本当にこれオートで回してもベンチの選手はもうかなりの試合数全員出ると思うので、みんなもう50試合ぐらい出ると思います。そこでこう全員がどういう活躍をしていけるのかっていうところはね、鍵になってくるかなと思います。ということで、今日はかなり守備的にはファイヤーフォーメーションですが、それがどう出るのかというところですね。あとしょどうじゃ引っ張るか、まあ、プルヒッター持ってるんでめっちゃ引っ張ろう。これで強振にして引っ張って最悪ゴロ、ボールのちょっと上目を打ちます。最悪ゴロで進塁打、上目を打つ。あっとタイミングが遅れる。そんなことしていたらこんな感じ。うお、サークルチェンジ、あいにくいいボール。さすが野村投手というところですね。 OK、 今のでもうなんとなく分かりました。サークルチェンジもさあ平田選手は流し打ちしていきます。この場面いいとこ決まるな。よし、このタイミング、よし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 、ナイバッチ。まあ、広角打法持ちの平田選手は、ランナー2塁1アウトとなるともう流し打ちというところでした。 OK、 さあ終盤競った場面でちょっと来てほしいなという気持ちもあります。そしたらいろいろと采配ができるので、はい、おお、ただ強いですね、素晴らしい。ちょっと最後、増田投手が打たれてましたが、まあいい試合でしたね。はい、ということで、ちょっとこの試合、例えばどういう采配が行われているのかというのを確認しますと、これでも終盤、いろいろ選手を変えていたりするのでしょうか。まあ、てか、今回は結構スタメンをそもそも変えていたので、コンピューターがどう出るのかというところを見てみたいんですが、さすがにちょっと近藤選手の守備力というところで、高橋周平選手が、サードで守備固めで、やっぱりこう関根選手は代走で出ていて、グラントがそのまま守備固めと、はい、でお新妻選手も代走でも起用されてますと、お村上選手、素晴らしいホームラン打ってます、はい、起用して、いや村上選手ももっとこういろいろ出場機会増やしていきたいですね。ただやっぱ守備力がねちょっと今のところというところでなかなか厳しさを感じています。はい、加藤選手のところももっといろいろと使っていってもいいと思うんですが、まあまあ勝ち試合ですからね。あ、でもいい感じでこうダイソー守備固めと使われているかなと思います。ただこうやって見ると俊太選手が外野が守備力がありすぎて、いやでもまあいろいろなその怪我とかも出てくると思うので割とあるとは思うんですけど、現状あんまりなんだ出番がないのかなと思うのが意外と俊太選手ですね。はい、でこれ対左のオーダーなので、こういう場合は調子が高橋周平選手悪いのであれば新妻選手をね使っていきましょう。はい、ただ京田選手の方が打順的には上でいいのかなとも思います。でやっぱ秋山選手の調子が悪いっていうのがちょっと気になるので、ただ左となると福田周平選手もそんなに打力は良くないので、守備を取って後藤俊太選手っていうのもたまにはありだなと思いますし、まあそうですね、1年間の中でたまには後藤俊太選手が、入ってくるというのもねいいでしょう。はい、5番京田選手っていうのは全然ちょっとタイプじゃないですが、だったらこうかなというオーダーですね。 OK、ちょっとこんなオーダーも試してみましょう。さあもう本当に全選手がスタメンでも出るし途中出場でも絡んでくるしというチームが僕の理想でございます。いきましょう。本当はね、もう時間が許されるのであれば、全試合、監督試合をやりたいですね。か、スタメンだけ決めて、あとはもう公職試合みたいな、あとの采配はコンピューターに任せますみたいなのを、本当はやりたいですね。すいません、ちょっとなんか一瞬ゲーム画面が変になってたんですが、多分戻った。はい、ということで、6回裏、ツーアウトの場面です。いきましょう。ちょ、待てよ、これ、後藤俊太選手、そして来たんで、ここ代打出します。はい。というね、戦法でやっていきましょう。今、右ピッチャーですね。ここ福田周平選手代打じゃないかな。でそのまま外野に入ってくれればいいので、はい、無駄なカードも切らなくて済みますし、よしいいぞ。こういう戦い方ですね、やっていきたいですね。うわ入ってるか。ここはね試合の流れを左右しますからね。うわ入ってるか。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。いいピッチングしてくるな。うわいいフォーク。いいフォーク。いやープロスピのバッティングなかなか難しいですね。ただまだ6回まだまだこれから今まだカード1枚切っただけなので、さあここからうわーっと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 うわーくそ負けた。負けちまいましたね。はいそんな感じでいろいろとカードも切れるよというね、コンピューターもおそらく相当代打も使ってるんじゃないかなと。秋山選手、絶不調だったんですが、代打では出てくるでしょうと。で、村上選手も、新妻の代わり、新妻選手に関しては、対右のミートが非常に低いので、そうですね、そこで代打村上というね、選択肢も出てくるかなと思いますね。はい。で、そのまま、近藤選手がいろんなポジションを守れるのも、セカンドというところもできますし、バックアップ要員もいろいろと入れているので、守備面も問題ないでしょうと、いう形になっているのかなと。なるほど。なるほどね。という1年間戦い方になってくるかなと思います。本当にもう全員が大切というところですね。全員の活躍に期待大というところで、怪我しても福田選手とか、ビアヌーバ選手とかね、外国人枠でいうと、そんなところの選手がいるので、そういうところにも期待しつつやっていきましょうということで、今回は交流戦の手前まで行きたいと思って回していきましょう。うわ、やばい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 、めっちゃ負けてる。よしよし、なんとか2位までは戻った。最下位まであるというところから、首位行きましょう。よし！ただ大荒れっすね、これ。どうだどうだ？あんまゲーム差開かないぞ。これは今年セリーグは混戦っぽいな。よし、3ゲーム開いた。よしよしよし。よしよし、行こう行こう、このまま。このまま行こう。このまま行こう、このまま行こう。交流戦優勝が一番難しいから、そこまでになんとかチーム力を見せつけていこう。4.5 ゲーム、5.0 ゲーム、4.0 ゲーム。ジャイアンツが強そうですね。ジャイアンツ結局、坂本選手残ったっていうのがね、でかかったですね。ということで、交流戦手前まで進めまして、6ゲーム差ということで、いい発進でしょう。はい。で、今シーズンに関しては、助っ人外国人選手は、セカンドで探しております。はい。で、エマリーというなかなかいい選手、33歳。これは本当悪くない感じがする。毎年1人はちょっと動画的にも契約していきたいなというふうに考えていまして、契約するかもしれないですね。で、ビアヌエバ選手を夏前に、トレードに出したいなと思っていますという感じでございます。で、ドラフトの発掘としましては、もともとね、結構いい選手が1人いまして、この選手、ドラ1候補だなというのが野手にいたんですが、ちょっと投手は外れ年っぽいな、これ。で、野手見ていきますと、僕が言っていたのが、この岡選手ですね。はい。ミート力が非常にある外野手と、肩も強そう。はい。しかも左打ちっていうのがまたいいと思います。大学生。岡選手に期待ですね。現状だと岡選手がいいかなという感じです。OK。もうちょっと見つかってくるでしょうが、競合しそうですね、岡選手は。ということで、ちょっと采配の面も見ていきますと、選手登録はどうなっているかというところから見ていきたいんですが、やっぱ中継ぎの疲労は大丈夫そうじゃないですか、おそらく。セットアッパー2枚いての中継ぎ4人だと、おそらく大丈夫ということで、なんならもう1枚減らしたいまであるんですが、疲労が大丈夫なんだったら。はい。よしよし、あ、いいバランスだ。中継ぎは4枚で、まあ、現実世界だとね、中継ぎ4人ってめっちゃ少ない気がするんですが、意外とプロスピではいけると。まあ、うちの場合は特に、セットアップは抑えがしっかりしていると思うので、はい。まあ、そういうところでもここに頼る。うわ、素晴らしい。後ろのピッチャーが素晴らしすぎる、これ。となると、抑えピッチャー、矢口もう一回戻してもいいんじゃないかなんて思うんですけど、あ、矢口一発ついてたっけ、もともと。ついてなかった気がするんだけど、やっぱ一発ってまたつくのか、試合やってたら。じゃあ消すのもったいないな。割と1年ぐらいかかるので、消さないでおこう、もう。なんか、赤をこの悪い特殊能力を消すというよりは、いい特殊能力をつけるという采配でやっていこうが、なんか、こう伸びそうですね。はい。あ、もう玉持ちついてる。早っ、特殊能力覚えんの。という感じですと。で、野手の方を見ていきますと、特にオーダー変わってないので、怪我等そんなにないのかなというふうにも思います。全く変わってないですね。はい。さあ、近藤選手、3割4分1厘、素晴らしい。お、盗塁も1個やってますね。秋山選手も素晴らしいと。平田選手、お、いいね。いいね。お、周平選手も結構打率いいです。はい。まあ、おそらく左で悪い場面は、新妻選手がどんどん出てるというのもいいんじゃないかなと思います。まあ、20試合出てますが、やっぱ打席数少ないということで、まずは守備固めというね、おそらく、使われ方なんでしょう。はい。では、大島選手。はい。あ、やっぱちょっとどうなんだ、成績的に落ちてきているのかなっていうのはありますね。で、村上選手もこれからまあ指名打者ということで打席数増えていくと思うんですが、でも45試合82ということで、ほとんどの試合に出て打席数も結構ありますね。はい。でもやっぱりね、この守備とやっぱ打率というところでもうちょっと育ってきてほしいところはありますね。はい。まあ、加藤選手は守備に期待しているので、まあいいでしょう。で、京田選手、お、3割打ってる、マジか。あ、盗塁ももう C になってる。てか、育成早っ。めちゃめちゃ育成されてる。はい。で、まあ、杉山選手もやっぱり21試合ぐらい出てますよと。まあ、キャッチャーのところにやっぱ代打、代走というのをどんどん出してるのかなというふうに思います。はい。で、グラント。あ、グラントもやっぱ試合数多い。で、試合数より打席数が少ないんで、やっぱり守備固めというところがメインかなと思います。はい。で、まあ、新妻も同じく。で、後藤俊太選手がやっぱりそうだな、試合数少なくなってるので、そうだな。ここは外野手が誰か怪我した時の要因ということで、ここは変えてもいいかもしれないですね。誰か2軍選手変えるなら誰でしょう。本当はね、ビアヌエバ選手入れたいんですけど、まあ福田選手をもう1人代打という形で入れてもいいですし、もしくは代走という形で、この石岡選手だったりというところを期待してもいいかなとも思います。で、根尾選手も育ってきているよと。はい。そうですね、外野がすごすぎるんだよな。でもやっぱりいろいろ考えた時に、でも外野の疲労度とかがね、今後溜まってくると思うので、やっぱ置いとこう。あとはまあダイソーにもなるし、はい、走塁 A というところで。で、福田選手も、おー、やっぱいい。ベンチ枠が非常にいい。はい。関根選手、やっぱダイソー、もっとコンピューターダイソーどんどん使ってほしいんですけどね。はい。まあまあまあ、12試合は出てますが、もっともっと使っていっていいと思います。ということで、まあまあ、全員役割がしっかりあるというね。いいベンチ枠になっているかなというふうに思います。一応、試行設定とかもいろいろやっていて、チーム方針か、ここで選手起用、なるほど、調子重視でちょっとやってみましょうか。はい。調子いい選手、ベンチ枠がいいときは調子いい選手をどんどん出していく方がいい気がするんだな。これでまた起用方法も変わってくるかなというふうに思います。 OK で、練習設定もちょっと眺めてみますと、こんな感じでどんどんやっていっているんですが、さあ、榎田投手、玉持ち、今シーズンですね、ピッチャー、吉見投手が投手コーチになったんですが、それで玉持ちを教えるのがうまいということで、一瞬で玉持ちを教えてくれてるのはみんなに、素晴らしい。はい。で、加藤選手のスローイングもめっちゃ上がってますね。ちょっと、これは時間かかるので、しっかり設定はまた裏でやっておきたいなと思います。はい。で、あとはチャンスアップとか、そのようなところが出てますと。で、ビアヌエバ選手、三振克服したんですが、まあ、もうあんまりあれかなというところもありますね。で、神の手覚えてますね。はい。素晴らしい。というところで、いやー、ちょっとね、本当に、村上選手の守備がね、上がってこないな。なんとかここが上がってくれば、まだ成長段階じゃないんだろうな。うん。これ、今シーズンまではほぼ能力が上がらなくて、来年から一気に、能力が育つという成長タイプになってますね。ここで見れるんですよ。はい。この練習画面でだけ見れますということで、まあそんなところにもこうちょっとね、気を配りつつ、で、近藤選手は日ハムで存在感を覚えていたので、それをね、今覚えさせています。それ終わったら、総力上げていきましょうということで、総力どれくらい上がるだろう。うわー、総力上がんない、マジか。うわー、マジか。じゃあやっぱ将来的には3番か。まあ、今年は1番でいきますが、将来的にはやっぱり近藤選手3番の1番が京田選手ですね。それを将来的には目指しましょう。はい。てか加藤選手が守備面最高になってきましたね、これ。となると次守備適正やろうかな。はい。まあ、とりあえず全部 B 以上にして、疲労回復もちょっと上げていきたいところではありますね、これ。うん。疲労回復だな。疲労回復にしよう。正捕手だから多分結構疲労が溜まると思うので、疲労も上げましょう。よーし、ということでなかなかいい形になっているんじゃないかなと思います。まあ次回から交流戦ですね。こちらがもう一番非常に大変な、ところになってきますので、ここなんとか優勝できるように頑張っていきましょう。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。